サトルです。俺の iPhone が野獣化しました。やりますね。では今から野獣先輩ウイルスインストールしていきましょう。ではまず許可をします。おう、ファイルがダウンロードされました。で戻って設定画面に行きまして、野獣先輩ウイルスインストール画面です。タップ、パスワード入れて、パスワード入力完了、完了ボタンを押します。それで一応こういう風に書いています。危険なので配布しません。これだけは覚えておいてください。では次へ。でインストール、インストールボタン押しちゃう。おー、あー、インストール始まった。あー、野獣先輩出てきた。あー、やばい、先輩まずいですよ。うわー、やりますね、すごい。うわー、すごいな、やりますね、やります、やりますですね。設定画面行くともうインストール完了したようですね。うわー、半端ねー、マジ超野獣だよ。もうでタップすると、はい、野獣先輩の画像です。まあどこをタップしても野獣先輩ですね。うわー、半端ねー、めっちゃ野獣化した、野獣化した iPhone が完成です。皆さん、この先輩たち見てどうですか、綺麗ですか？マジでやりますね。では先輩たちを削除していきましょう。ではプロファイル削除、パスワード入れます。でパスワード入れました。そしたら完了ボタン押しますと、先輩ファホームに戻ると、先輩まずいですよ、先輩まずいですよ、あー、いなくなっちゃう。あー、先輩が消えていく。うわー、先輩、うわー、消えていく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 。おー、完璧に消えた。先輩、もういません。ああ、もういないや。もういないね、先輩。ということで、いかがでしたか？野獣化した iPhone。ま、さすがにね、810個のアイコンは、さすがにホーム画面では邪魔すぎな存在になるので、さっきのウイルスはオンラインで、インターネットで公開はしません。ご安心ください。はい、ということで、技術の悪用は絶対にしないように、お願いします。技術を悪用したら必ず他の人が困ってしまうっていうのがあるので、皆さん一人一人が IT に関して気を使えるような人になってもらえたらと思います。ではこんな感じで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。おしまい。